はい、今回はですね、前回アララトスをね、クリアしたってことで、今回はグレイシーヌに行くってことですね。ラマダの寺があるところですね。イーガですね。はい、じゃあ早速やっていこうと思います。いよいよイーガがね、仲間になるんですけどね、ちょっとここ大変だった気がするな。確かアーク1ではね、イーガが最後の仲間になのかな。おそらくイーガで最後ですね。まあ R ではかなりね、使えるキャラですけどね。このアークシリーズでもイーガは確か強かったはずです。グレイシーヌですね。はい、えらい不穏な BGM ですけどね。年上のキャラのが血の気が多い感じなんですよね、これ。じゃあとりあえずラマダ寺に行きます。
で、ここでイーガと、1対1の勝負になるってことですけど、これでいいかな。ジャンプはいくか。で、結構強いんでね、確かイーガは。まあでも結構レベルも上げてるし、装備も充実してるんで、うん、いけると思う。最初は確かこれ爆弾で倒したはずなんだよね、僕。うん、今回はまあ、だいぶレベルも上げてたんで楽でしたね。これかい。で、こっから、ダイソー乗船ですかね。偽物なんですけどね。はい。こいつが結構強かった気がしますね。結局ラマダの寺、ラマダの寺もね、ほとんどまあおそらくアンデルか誰か、アンデルとはまた別かな。要は鏡の中のやつのね、手先にもう完全に奪われてた感じなんですよね。で、仲間散らばってるんで、これ確かね、回復が行き届くようにちゃんとね、集まらせておく必要があるんですよね。まあ、ここも一応ダイレクト、まあカットカットで行くとは思うんですけどね。
ダイヤモンド脱走。真空座はやっ、ゲイルフラッシュ。はい、ということでね、次がね、ラマダ山ですね。ラマダ山に行きます。で、ラマダ山なんですけど、ここで出てくるヘモジーがかなり厄介なんでね。ちなみにここは R でも舞台になってるのかな。さあやるぞ。要はね、味方をヘモジー状態にしてくるんですよね。で、それはもうそうなるともう何もできなくなって、あ、こっちにいたんだな。まあいいや、何もできなくなっちゃうんで、もうやられた場合はリフレッシュとかね、あと万能薬とかで回復するしかないんですけれど、これがなかなか厄介っていうことでね、ヘモジーはもうなるべく速攻倒したいところ。まあ R ではなんかヘモジーもう仲間みたいな感じになってましたよね。ラマダ山のヘモジーはね、まだこの頃は敵です。まあ、ここもカットカットですかね。よし、行くぞ。バーンクラウンド。みなぎってきたぞ。いいぞ。とまあこんな風にヘモジーされるんですよね。で、このやる気ゼリーでね、一応ヘモジー状態はね、直せますね。まあ、直さなくてもいいか。まあ一応今回、こういう風に直るよみたいな感じでやりますけどね。まあこんな風に直ります。はい。チョンガラは今回は。まあフリーバトルでね、レベル上げれるんで、特に前線に立つ必要はないかな。危ないね。力がこれでもっと戦える。いいぞ。ハンター。
ということでね、一応ね、グレイシーの話はここでね、一旦終わりますけどね、みんなハゲばっかだったけど、多分年齢的にはあの中にエゴがいるんでしょうね。R に登場してたね。まあそんなことはいいんですけど。で、ちょっとね、次のとこ行く前にいろいろやることあるんで、そこだけちょっとお見せして終わろうかと思います。まず、とんでもないの方をやると、で、その通りってやると、クイズが出ると。これがまあ R でもおなじみの大辛い爆弾。ちょっと待って、ね。こっちだな。アンデルですね。豊王家の森は恵みの精霊。これがまあ R でもおなじみシルバーノアですね。はい。まあピアノですね。これがゲイルフラッシュですね。さっき使ったやつですけどね。で、これが、バレンシア縄文。
で、ここでラークの紋章。で、あとでもう一回ね、後半のね、クイズもあるんでね、それはもう少し先に行かないとできないですけどね。あと修行もできるんですけど、ちょっと修行はね、また次回かそのあたりでやろうと思います。ちょっととりあえずグレイシーヌから出ようかなと思います。ニーデルですね。ニーデルも、あれで登場していた土地ですね。国かな？で、まあ今度ね、このニーデルってとこに行けるんですけど、その前にちょっとね、アララトスに。ということでね、新しいね、モンスターのね、オドンが仲間になってて、これはまあ、消化の壺で、呼び出せるやつですね。で、次がですね、まあ、もちろん、ニルマーナのね、恵みの精霊のところにちょっと、行っとかないとね、絹の糸が手に入らないんで。今度はね、スメリア行きます。で、スメリアでトーベルですね。
あーメンバー増えてるな。イーガがいる。イーガにちょっと喋って、うむうむしか言ってないな。まあいいや。ここでやっと、ちょっとあれ、いいよ。うん、あく、まあヨシアから手紙が来てるってことですね。地の精霊から石を受け取ったようだな。ということは7人の戦士も集まっているだろう。彼らとの力を合わせてこの戦いを勝ち抜いてくれ。次の精霊はニーデルに武道大会に参加するのだって、結構ヒントをね言ってるんですけどね。でその先に精霊との出会いがある。これは私からの贈り物だ。この絵を使って大会を勝ち抜いてくれと言いたいところだが、この石は一つだけでは何の効果もないらしい。残りの石を見つけることができれば、あるいは何か途方もない力が手に入るかもしれない。これが前回、前々回かな、言ったあのロマンシングストーンのことですね。はい。うん、主催者6頭には気をつけろ。うん、結構教えてくれましたね。で、ロマンシングストーン、これ3つ目ですね。はい。あと1つはどっかで手に入ると思います。また手に入れたいと思いますね。ということでね、次回はニーデルですね。で、ここも少しちょっとね、レベル上げをしてから行こうかなと思います。というのも、確かね、ポコでクリアするとなんかまた特別なものが手に入ったと思うんで、ということでね、また、次回はニーデルっていうことですね。はい。では。